はい、続きいきましょう。ここからが本番ですね。まあとりあえずファイアーボールぶち込んで、まあ、敵はまだこいつは話、ここは話にならないんで、とりあえずこうやつですねっていうところでいきましょう。まあ減らしつつ、届かない、あ届いた、届いて、まあできたらソニアとかで倒せたらなとは思うんですが、まあ、1減るとで多分これでアタックが、あまあまあでもまあ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 、これで全滅10ないんで、 HP がね10ないので、多分そこそこいい戦いするんじゃないかと。いやこのね、飛んでると修正入ってますもんね。ちょっとどんぐらいいくか、3029でどんぐらいダメージ食らうかちょっと見てみますかね。まあゴーレムさん、ここじゃねえな、こ後ろから行こうぜ。まあ森を使えるんで、ね、どうでしょうかと。くわー、結構減るね。まあまあ減るな、つらいな、つらいっすねこれは。まあでもこれ落としたいよな、32、27。ドラゴンナイトだからな、ドラゴンマスターじゃないから、多分ヒーブワーやはやってこないから、多分大丈夫だと思うんですけどね。とりあえずこの、よしよしよし、おお倒した、こうやつを減らすと。いけるかこれ。なるべくね、なるべくソニアの兵士は、傭兵は減らしたくないと。こっちやねえな、こっちだな、ここだな、こっちだな。よしよしよし、いけるいける、よしよし。これでソニアがここ行ってあげると、ソニアの範囲が4マスだと。3、4、まあ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 大丈夫だと。あーでも厳しいっちゃ厳しいが、まあ行くしかないと。エレメンタル、あらお前の出番だと。これは倒せるでしょう。もう帝国は用済みだわ、目障りだからさっさとやられなさい。いいね。いやーソニアのさ、駆けつけてきてくれ方、なかなかやるな。どうして今まで協力してきた帝国と戦う気になったんだ。ボーデル様の命令ですもの。ボーデル様が帝国と協力したのは全てアルハザードの封印を解くためよ。アルハザード、あれアルハザードもまだ知らない。ちょっとそこで会話終わるんかい、もうちょっと続けてもみたいな。まあまあソニアのね、駆けつけてきてくれた時のセリフよね、セリフ覚えてます？手こずってるようね、手伝ってあげようかみたいな感じでしたよね。くーってなりますよね。あのもう仕事めちゃめちゃ忙しいって言ったじゃないですか。もうあんなセリフでさ、駆けつけてきてくれたらもう惚れるわ、一発でもう行っちゃいますよと。手こずってるようね、手伝ってあげようか、言われたいわーと。これ倒せるか倒せないかぐらいだよな。まあまあちょっとこれ欲張ってこれも倒したいけど、多分無理でしょう、一体じゃ無理だと思うんで、これいっちゃいましょう。ああでも強いっすね、強いわ全然。あ
これもしかして弓、あ、エレメンタルって弓矢部隊？ちょっと見ていいっすか。あ、行動した。不死ユニット。不死ユニットなんだ。長槍。あ、槍と書いてあるとか。不死ユニットって強いの？不死ユニットってどんな感じなん？ちょっと見てみます、じゃあ。いや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 、ボス、ボスよりやられてるよ、あなた。大丈夫？あ、でもこいつはもう動けないから、言って動けないでしょと。とりあえず指揮範囲内にいれば大丈夫だ、なんで。このお方をこっちに置いてあげればいいのかな。で、ボンディーノさんをとりあえず前、あんま前も、あ、でも大丈夫か。これ絶対移動しないんで。ちょっとずつちょっとずつ前に持っていってあげておくと。それであれば、まあ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 いいでしょうと。よし。まあまあまあこんな感じで。オッケーと。問題こっちよな。俺さ、行動指令手動にしとかないとやばいっすよね、これ。ちょっととりあえず、とりあえず、ここは、ガチでいかないとね。強がって、なかなか手応えがあるなとか言ってたけどさ。いや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 、無理でしょと。あなた一人じゃ無理でしたよねっていう、状態ですから。フェニックスもいいね。いいね。よし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 。オッケー。これで相手の出方。あ、でもなんかさ、仲間が増えただけで、全然見え方違うね、景色が。もう行けるじゃん、これ。って感じしません？もう行けるじゃん、みたいな。いやー、いいっすわ。ボーゼルめ。とうとう裏切ったか。予想はしていたが、なんと間の悪い。やはり狙いは魔剣の復活か。エグベルトは全て分かっておると。さあどう出ると。また意味のない魔法を使って。また意味のない魔法。これが多分 R、MR ですよね、多分。魔法。どうなんだろう。あれ？あ、回復か。やるね。バルガスやるじゃない。まあ、確かにお前使えたかな。確かにお前は使えたわ。回復してくれたからな。何？みんな回復。みんなで回復頑張ろう、みたいな。なかなかやるではないか。これ、レアード先に。来るな、これ。そしたらこの方はこっち来るんだ。これ長槍同士だから効かぬよと。お、不死ユニット強え。大丈夫かソニア。心配する兄ちゃん。大丈夫。うわー、いいね。こんなことで値上げてたらこれからの戦いはやってられないわ。魔族が虐げられない世界を作るまではどんなに辛くても耐えてみせる。これはこれでかっこいいな。かっこいいわ。いいっすね。な、回復だろうと。さあ、これ作るかどうかだよな。まあ、来ないか。よし。レアードが先来ちゃったね。ただ、レアードさん。いや、おっと、ボーゼルめ。今更何を狙っている。魔剣アルハザードの復活に違いあるまい。やつもアルハザードの封印を解く鍵の一つを握っているのだ。それで我々の持つダークロッドとアルハザードを狙っていると考えるべきだろう。ふっ、それで我々を倒してアルハザードの力の解放でもするつもりか。そうなるとなおさらここを通すわけにはいかんな。いや、もう倒しますせと。ただレアードのね、機動力よ、問題。これな、ロイヤルランサー41ですよ。
高いね、やっぱ牙攻撃力。これ撃ち落とすしかもうないっすよ、レアードはね。ちょっとやっぱり経験値もったい、毎回経験値もったいないんすよね。まあでもちょっとやるしかないと。ちょっとしょうがないけれども、ここはちょっと危険か。あー一応大丈夫か。ローガが壁作れば大丈夫。あでもここ行くしかないんだね。もうちょっと待って、指揮範囲だよね、ヘインの指揮範囲っすよね。よしギリギリ大丈夫、届かないと。レアードはちょっと先に潰させてもらいますと。うん、どうしようか。鉄子部隊壁にしてもいいね。え、でも41か。ちょっときついね。いっちゃいましょう。おっしゃ、一発 KO。くっ、これ以上は、と。下がれ、レアード。あとは任せろ。は、申し訳ありません。いや、気にするなと。いいレベルいただきましたと。これはね、バルガスはちょっとまだいけないですね。この二人強いね。まだまだ、こっちを片付けないといけませんから。よし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 。ただ言っても、そんなだよね。騎馬だから、こっちはちょっとまだ動けないので、魔法で、まあまあ安定の魔法でぶっ飛んでもらいましょうと。ぶっ飛びなさい。よし、1のやつはこの6で倒しましょう。 OK、 ソニアをねどんどん上げていきたいので、ファランクスと戦わせたらあかんと。いやでも回復しちゃうのか。9、もう一回こやつ回復するよね多分。だったら30、あ攻撃力と守備力が一緒なんか。あーなるほど、26、30か。森の上とかで戦わないとなかなか減らせない感じですね、これは。難しい、ちょっと難しいというか、さっき、いやでも回復、一旦回復するか、ここは。治療して、欲張らず、これは倒そう。ハイロードも気になるね。26、29。これ大丈夫か。こっち行って。ああ、減らせないね。これなかなか厳しいっすね。どう倒すんだろう。これは倒しましょう。これは。騎士道とは何ぞや。これは倒しましたと。倒しましたとなるんだけれども、エスト部隊がこのゴーレムのおっさんをとりあえずここ行って回復に回しましょうよと。でこの上の彼は多分いけるんじゃないかと。いやー厳しいね。なるほど。あー間違えたー。まあまあまあいいっすわ。持ってこよう。持ってきて置いてあげましょう。カチカチだわ、全く歯立たないですね。30、うん、鉄子部隊が頑張るしかないか。い
や駆けつけてもらっといて これよっていうね。いやこれはまずいっすね。ちょ下がろうか。さすがにボコボコにされるんで、ちょ調子に乗ってましたと一旦下がろう。ちょ取り返しつかなくなるとあれなんで、多分この子たちも正規ユニットになってくんでしょ多分。これはちょっと大丈夫だよここで。あ大丈夫だよ、大丈夫だと。一旦 OK。 でこっちレアードは倒せたので、バルガスあんまりな、あでもあんまりってか行ったらやばいよな。MP 減らし合戦になっちゃうな。31だもんな。とりあえずこれは守らないとと。これこうしますと。でテッシーがサンダー覚えてるんですよね確か。サンダーとアタックはあると。でファランクスといえどもグレナディアと戦ったらやばい。周りから削っていくしかないっすね。届かんと。削っていきましょう。シュッと。よし、そう1でいい、1でいい。この1が大事。あでも回復しちゃうのか。どうせ2、3。いや全然減らない。これブリザードね結構減らせるんですよね。ちょやってみましょうか。 4ぐらい。あーまあまあまあ。でハイロードでヒールを使ってくれれば MP があいつなくなるんで、そこにちょっと期待したいかなと。いやテッシー部隊もなかなか前へ繰り出せないですねこれは。なかなかに厳しい。後ろのグレナディアがちょっとなぁと。よし、ちょまあと。あの皆さんもそんなすげえアクションゲームみたいにポンポン進むあれじゃないんで、なんかね本当にゆっくり好きなもんでも食べながら伸びながら見ていただけたらと思いますね。あのおすすめなのはねやっぱり休み、ちょっと長い休みの日、休みで最終日じゃない日、次の日が休みの時に見ていただくと一番見やすいですね。うん、ナスが攻めてきたと。であとね、あんま進まない、ストーリー自体がこのシミュレーション RPG とか進まないから、皿洗いとかしながらね聞いていただくのもいいかなと。まあ厳密にあんまりなんつうか戦いのとことかもね見れなかったりはするけれども、まあそれはそれで面白かったりするんじゃないかなと。聞くだけでも。でそう聞くだけ、あのねファミコンの RPG もね進め、 RPG 今以外でも進めてはいきたいと思ってて、でもファミコンの RPG って結構レベル上げがすごかったりするじゃん。でそれですごかったりっていうか、レベル上げしなくちゃいけないっていうのが多かったりするわけよ。
するんですよ。するので、その時になんか雑談的な感じでもやっていこうかなみたいなことを考えたり考えなかったりしてるんですよね。まあちょっと実現、まあ、仕事がすげえ忙しくなっちゃってどうなるか全くちょっと予想がつかないので、どうしようかとは思ってるんですけどね。はい、といった状態です。ブリザードでとりあえずザクザク削ってって、この7、こいつなんとかしてえな。ここまでこいつ来てるんだったら、これ下げて攻撃入るかね。一応こっち31ですよね。硬い、無理か。バルガス、てめえ35、30、テッシーと一騎打ちになるのはまだ早い、まだ無理だな。なんすね、回復があるんでこいつら。7になってるから3430。いやー、無理っすね。普通に削られますねこれは。なのでちょっとまだ引きですね。引きで7まで減らしたので、まあ多分ローガのバンディットとかでいけると思うんですよね。なんとかそれでだましだましじゃないですけど、まだいつもの感じのだましだましのやつでいければと思います。ほんと突っ込んでくるからね普通に。これで防いであげると、一応1マス置いてあげてこうすると、くー減らない。1でいいんですよここ。はい、きつい。でこっちは9ね、29、まあアタック使いましょうかね。そしたらアタックソニア、これで10のやつでいけばそこそこいい数字が出せるんじゃない。いやー、でもどうなんだろう。とりあえずガードして、います。うん、どこ行くかだよな。ここ一歩一歩でいいのかな。やっぱりもう帝国で学びましたからね、ゆっくりでいいと。そんな慌てて攻めてもいいことないっていう。もうさっき言ったように動画もね、慌てて見ることはないと、ゆっくり行きましょうよと、その精神でいいので。まあ7のやつから、いや違うな、回復できないやつから行こう。あーでも届かねえのか、そもそも届かねえわ。まあ3以上減らせたら御の字か。よし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 、
ッケーオッケーオッケー、こっちはダメージ受けてないと。よーしよ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 し、まあまあまあ全滅はしないと思ってたので、よし、これなかなかいいっすね。これ多分大丈夫だと思うんで、まだ。あー全然減らない。あ、そう、あ、そうですかと。これまあ来ないもんね、大丈夫ね。よし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 、アタックナイスアタックナイスアタック、うーしゅうしゅうし。いやー、ここでよ、ここでファイアーボディを一回耐えた、一回休んだのが効いてきますね。これでマイナスできますからね。よーし、オッケー。じゃあ行こうかと。また進めるって。で、上をもうカバーしてしまえば、届きませんからね。1、2、3、4、5、ちょっとそれ調子に乗るのはあんまり良くないかな。 OK、 これでどう出るかですよ。もうバルガスは何が何でも殺すと言ってきて、こっちに向かってきているからな。これはちょっと参ったですよね。鉄子部隊が一番というか、まあやばいっすよね、左側の方が。手こずるな、みたいな。手応えがあるな、みたいな。よし、イメルダは優しい。ファイアーボール打ってこない。優しい。もうバルガスは殺すと。あ、まあまあまあ、ヒールで MP 消費してくれる。それならそれで OK。こっちもヘイン MP 回復させるだけなんでね。来るんかい、来るんかいお前。あ、でもこれでぴったりくっついてくれたら逆にいいわ。逆にいいね。来るね。おーし、1ヘッダー。でもそれ逆効果ですよ。こっちまだ魔法アタックかかってますから。ほわほわほわ、ちょっとずつ減ってくよ。じわじわ減っちゃうよ、俺。ほら、危険、危険、危険。よしよしよし、いいぞと。いや、これ楽しみになってきたじゃないですか、次のターン。ね。よし、ターン6だと。まだターン6ですよ、皆さん。はい。じゃあ次回、ここはね、ちょっと取っといた方がいい気がする。攻撃もね、してこなかったんで。まあ、MP 減らし作戦ですね。次回やってまいりたいと思います。テッシーでした。失礼します。